はい、速稼塾の久保です。8月19日、7時にならないぐらいですかね、6時50分でございます。相場解説の方しますね。これがね、ウィークリーなんですよ。週が改まったら必ずウィークリーを見ていくようにしましょう。ご覧のように、ちょっと図が書きにくくてすいません。こちら赤いライン引きますね。パッと引くと100円の625で赤いラインが引けましたよね。で、真ん中よりもちょっとだけ右寄りなんですけども、ヒゲを出した1月3日のヒゲ線がありますよね。こちらもだいたい同じ104円の水準でございます。そして今なんですけども、最新のチャートバーは、上下にヒゲを出した陽線、そして今ちょっとだけ陽線なのかなっていうところが106円の307で、引かれております。これを見るにつけ、あ、これは下げトレンドが随分長い間続いてるなっていうふうに考えていいんじゃないかなと思います。デイリー見ますね。デイリー右肩下がりが綺麗に出てますよね。で、一瞬大きなチャートバーで赤いのが出てます。これがだからデイリーなんで3、4日前ですよね。赤い大きな陽線が出てますけども、やっぱその後に大きな陰線が出て、で、陽線はちっちゃめで大きく上に行ってもヒゲを出して押し戻されているという形でございます。こういう分析できてますかね。で、トレンドラインをちょっと引いてみましょうか。こういう風に右肩下がりが見えると思います。はい、4時間です。4時間も右肩下がりなんですけども、上に行くエネルギーよりも下に行くエネルギーの方が若干強く見えます。それで、ちょっとだけね、こういう風なレンジを引いてみましょうか。こういう風なね、間で推移してるよと。横ばいに見えますけども、これは突き上げる大きな上昇波っていうのがありますけども、でも短いのがね、たくさん出てる方向の方が当てになるんですよ。ということで右肩下がり、下げ目線なのかなと思いますよね。1時間、これ上の方に上がってるように見えますよね。だからこれね、大きな下げの中の小さな上げなんですよ。まあ、ですので買いで取るのは非常に難しいかなと思いますから、三角形引いてペナントでね、ブレイクした方向についていくって申し上げましたけども、申し訳ないですけども、ブレイクした瞬間には私は入れませんでした。まあ、ですので今度は下の方にね、下降するところのポイントでエントリーをしていこうかと思います。下に下がるエントリーポイントを探すってことですよね。これが今日明日の作業になります。早ければ今日中に入れるんじゃないかなと思います。これね、今日実はね、朝5時ぐらいは窓を開けて下の方に向かってたんですよ。それで、またね、陰線が出てきて、陰線じゃない、陽線が出てきて今赤になってますよってことなんですけども、15分足を見てみると窓が開いてるのがまだ確認できると思います。一旦窓埋めるかもしれませんけども、必ずね、これはね、下に下がっていきます。必ずって言ったら言い過ぎですけども、私は下に下がることを想定してエントリーポイントを売りで見つけようと思っております。皆さんどのようなね、予測を立てるでしょうか。それでは今週からあと夏8月もね、サマータイム2週間ありますんで、しっかりと見ていきましょう。1回ごとに力がつくのが大事ですよ。1回ごとに勝つ金額が積み上がっていくってことはあんまり重要ではありません。1回ごとに間違いがわかる、正解がわかる、1回ごとに一歩ずつ進んでいくことが大事です。さあ、1年以上されている方もいますよね。1年以上放送している方はいるでしょうか。絶対にね、これね、相場解説放送した方がいいです。放送しないと力がつかないと言ってもいいぐらい、放送をして力をつけてみてください。YouTube で、相場解説が見れることを楽しみにしております。では失礼します。